水古伝生まれバレーは中国の小説で読んだ駅所の一つである水古伝に出てくる登場人物。第97回から110回まで登場するタトラハイカの東軍大将。京清の弟子である同士で妖術や追日で千里を走る進行法へ得,得している。あだ名は神駒子で戦いの時には額にあやかし岩が出現するため小花光とも呼ばれた。 金銭の使い手としても百発百中の腕前を誇る。初登場は、進む安氏の首相であった、タトラの弟伝票が両山白軍のロトシオ氏に、敗れ脅し勝ちに逃げ戻り、続けざまに生まれ自身の師匠でもある、共同生が守る秋の理事が、総軍に囲まれているとの報を受けた、タトラが、その対策のため文部書館を招集し、協議を図った場面でのことである。この時、 石粒手の使い手である狼軍経営を養女に持つ国衆となしが秋のリへの出陣を創上したが、それと同時に、生まれへも自ら軍を率いて、ロトシヨシに奪われた、紛用脱会のため出陣することを、タトラに願い出た。ロトシヨシに敗れ敗走する紛用の首相であり、タトラのもう一人の弟である他兵の敗残兵と合流した生まれは、紛用城を守るロトシヨシと向かい合い、 初戦でこそ、自らの術を利して、雷王、帝天寿、楊雄、石州、省庁、数円、数順、京左官、帝徳村、石油ら多くの交換に敵図を追わせる活躍を見せるが、それに恐れをなした、ロトシヨシが、老城作に出たことで、戦線は、こ着状態に陥る。そしてその間に、双方のもより、高村勝ると、共同生が、 紛陽城の援軍として派遣されたことで形勢は逆転する。死である、共同生すら破った、高尊マルの強大な法力の前には、生まれもなす術もなく、大敗を喫した生まれは得意の進行法を使い、逃亡を図る。両山白軍側でこれを追ったのは、同じく進行法の使い手である大層であったが、1日に800里を、 走る大層といえど追立で千里を走る馬霊には及ばず、一時は大層を振り切ることに成功するも、その行く先で出くわした、路地神に捕らえられてしまう。その後、路としよしに戒めを解かれ、年頃に扱われた馬霊は、両山伯軍に降伏する。大層には、自らの地里と行く、進行法を伝授し、共に伝令役などの役割を担うことになる。タドラが滅び、 引き続き王ー討伐を両山泊軍が、朝廷から命じられた際も従軍し活躍するが、王ーとの戦いの最中に、共同生の友である、孫康が病死し、昇進の死と共に、生まれへは、両山泊を辞去する。その後は2003に上り、ラマサトの弟子となって、天授を全うした。ありがとうございます。